パー GT は、優勝する優勝とか、成績を残すとハンディキャップウェイトと燃料リストリクターが絞られてしまうので、僕たち今ポイントランキングトップですけど、まあ、正直ウェイトが半分になる第7戦と、ウェイトがゼロになる最終戦までは勝つチャンスはかなり少ないと思います。なので第6戦までに勝つ計画っていうのはちょっと立てづらいですけど、僕たちに関してはウェイトが半分になる第7戦、ウェイトがゼロになる最終戦で、まあ、勝つために、まあ、タイヤの選択、あとは、まあ、エンジンも含めて、まあ、いろいろな調整が必要ですけど、まあ、一緒にジェンソンとうまく仕事をすることを今一番心がけることが勝利への近道かなと思います。皆さんも、もう何としても山本選手と一緒にいい成績でタイムを不安の方々に見せたい気持ちが大きいと思うんですね。ですから私も何回となくタイムの人たちと仲良くやってきまして、なんとかここでいい成績を収めたいなと思います。ですから今日本のシリーズ戦のうちのちょうど真ん中ですよね。ですからこのレースは私は大変重要だと思います。だから2人の力を借りて、なんとか皆様にいい報告ができるようなレース内容であってほしいなと思います。何しろ私もレースのことを若干分かりますので、このサーキットは大変面白いいいサーキットですよね。 Quite a long process. But it's making sure that you're ready for every occasion, you know, making sure you understand the car well, the strategy. The tires are very difficult, I think, for most of us to really understand. And trying to maximize the points, trying to score points every race. Obviously, we haven't won a race yet this year, but we're leading the championship, so I think for both of us, we'd love to win a race, but we still find ourselves in a good position to keep fighting for the championship.